たいな、なんだろう、9時15分ですね。いや、いっぱい寝ました。気持ちいい。10時ぐらいからウーバーオンしようかな。ちょっと遅くなったけど、なんかね、ウーバーのアプリ自体がね、配達員いませんぐらいになってる。あかん。もうスリコやりすぎてね、自転車配達員減っちゃってっから配達員いないんだよ。どうすんだろうね、ほんと。雨降ってるわけでもなく、普通に天気いいのにそういう状態だからね。で、今日はクエストを一番上にしたんで、20から25を目指してやりたいと思います。ちょっと遅い時間まで稼働になっちゃうかもしれないけどね、まあなり次第ですね。うわ、全然俺地震のこと気づかなかったわ。和歌山、マジか。最近増えたね、ほんと地震が。ああ、全然俺気づかなかったわ。ツイッター見ててね、なんか地震があっていろいろ書いてあったからね。まあこっち側そんな揺れなかった、そんなっつうかほとんど揺れてはないんだろうけど、ちょっと地震のね、日本全国地震の多さにちょっと嫌になるね、最近ね。何もないといいけどね、年末に。9時50分ですね。今からちょっと郵便局行って商品発送してから、メルカリでねまた売れたんで、商品発送してからウバンをします。1軒目になりました。スタバのイオンから若葉370円ぐらいですね。スタートします。おはようございます。お疲れ様です。2軒目マックのテグノガーデンから出せ、470円か。ウーバーイーツです。3軒目マックのテクノガーデンから浜田、 3.4kg、 420-30円かな。ありがとうございました。ウーバーイーツです。4軒目マックのテクノガーデンから若葉、 2.9kg、 460円ぐらいかな。全然なんか周りに配達員見ない。ウーバーイーツです。ローソンの磯部5から打たせ、 4.5kg、 500何十円か。お疲れ様です。ウーバーイーツです。1軒目マックのテクノガーデンから打たせ、 4kg ちょっとの530円ぐらい。
疲れ様です、ウーバーイーツでーす。はい、7軒目マックのテクノガーデンから若葉 3.7キロ497円。あーもうオートロックをね5回以上鳴らして、で電話をかけても出なくて、で6回目ぐらいでようやく開けてくれた。まあ何かやって聞こえなかったんだろうけど、無駄な時間だ。家に行ってもなかなか出てこなかった。2回鳴らしたけどね。まあしゃあない、お釣りについていただきました、ありがとうございます。お疲れ様です、ウーバーイーツです。8軒目ゴーゴーカレーから打たせ 3.7キロ537円。お疲れ様です、ウーバーイーツです。はいよ。あ、8軒で鳴りやんだね。今12時50分ぐらいですね。あ、順調だったのにな。単価も500円は超えてますね。よし、すぐ鳴ってくれた。てんやから打たせで 2.6キロ450円ぐらい。9軒目ですね。お疲れ様です、ウーバーイーツです。10軒目スタドンから幕張イオン 3.5 キロ500円ちょっとな。あ、蕎麦屋さん1時10分で2組でお客さん、高いって。お疲れ様です、ウーバーイーツです。11軒目マック14号幕張から幕張市 1.9 キロ400円。お疲れ様です、ウーバーイーツです。午後になって風が強くなってきたな。今1時50分ですね。ちょっと鳴らなくなってきてるから、あとちょっと鳴らなかったらもう飯行きます。またあれが食いたくなってきちゃった。12軒目ハンサムから若葉 2.1キロ440円。お疲れ様です、ウーバーイーツです。13軒目ジュズってとんかつサボテンから打たせ 2.5キロ400円ちょっと。お疲れ様です、ウーバーイーツです。ジュズってスタドンから磯部の8、13か14軒目かな。500円ぐらい。お疲れ様です、ウーバーイーツです。また風が強くなってきた。いやだね、ほんと風が強い日は。風だ、その上はちょっと怖かったわ。もう体ごと持ってかれる。
15軒目、マックのテクノガーデンから三浜だからな、変なとこじゃなきゃいいけどな。風がやばすぎるから帽子脱ごう。お疲れ様です、ウーバーイーツです。16軒目、スシローの幕張から幕張後 3.3 キロ480円。いらっしゃいませ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。あー、1時間近く行けなかった。吉野家プレナーから磯部6、3キロちょっとの470円か。あー、無駄な時間。ちょっと遠くても行けばよかったな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。すぐなった。スタバのワールドビジネスガーデンから若葉 2. 何キロで440円ぐらい。お疲れ様です、ウーバーイーツです。19軒目、ジュズって天ぷら天津ぐらいあったかな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。
20軒目スタバのワールドビジネスガーデンから若葉3キロ510円ぐらい。お疲れ様です。ウバイツです。21軒目ケンタッキーから打たせで600何十円かだったかな。もう夕方のタワーマンダメだ。もうドロップに10分以上かかるわ。もうエレベーター来なくてだる。タワーマンの人ってね大変だよね。人生のうちの結構な時間をエレベーターの待ち時間で使いそう。ありがとうございました。お疲れ様です。ウバイツです。はい、22軒目グランビアから行ったせいで500何十円か。23軒目ココスから幕張後 2. 何キロの400何十円か。ジズって24軒目成城石井から幕張後 4.1 キロ660円ぐらいあるのかな。なんか夜の方が単価高いね。昼間は全然安かったけど4、500円で。ウバイツです。はい、24件で7時47分。8時まで待ってならなかったら帰りますか。25やりたいけどな。取れた最後25件目。スタドンから若は 2.8 キロ480円。これで譲らない限りはもう帰りましょう。しかし若葉の道路もいつまで工事してんだろうね。もう1年ぐらいやってんじゃねえの。いろんなところ継ぎはぎだらけでさ、すげえデコボコしてんのね。せっかく新しい街なのにもう全部一掃してほしいね。綺麗に。サングラス問題のね、まあ、サングラスというかクリアレンズ問題をね解決する一品を手に入れました。解決になるかな。これもね若いうちは全然似合わないので、年取ったらもしかしたら似合うかもと思ってね。難しいな。似合うか似合わないかつったら難しいね。オールパックとかの方がいいな。まあいいか。微妙な感じだけどこれを購入しました。これ超光レンズなんで、今まだでも色はあれだな、暗いまんまだな。どうやったらレンズの色変わるんだ。これが最大にクリアな、いやクリアになるはずだよな。レイバンのアビエーターってモデルの超光レンズのやつですね。なかなかティアドロップってね難しいよね。初めて買ったわ。
明日ちょっと使ってみようかな。夜になったら暗いとこ行ったらこれがね、あのクリアになると思います。今明るいからこの状態なのかな。ずっとつけてれば馴染んでくるだろう、きっと顔に。なんか今は違和感あるけどね。布団かけてほしいの。あんた冬になるとそれやんのね。はい、いいよ。端っこで寝てよ、端っこで。真ん中で寝ないで。だから真ん中で寝ないで。もう11時か。一旦風呂入ってくるか。編集が大体半分ぐらいまで今終わりました。風呂入ってちょっとしたら寝よう。で明日早く起きてやるか。このままじゃ終わんなそうだ。うわあ、高っ。車検はね、連絡来て、あとブレーキパッド交換して終わりぐらいかな。ちょっとね、いろいろ頼んでたから、で中古の部品いろいろ探してもらってて、でそのあの中古の部品の取り付けとか、あと送られてくるまでとかね、いろいろちょっと時間がかかってしまったみたいでね。まあなんとか予算以内に収まったかな。どっちにしてもね、そのままってわけにもいかないから、いろいろ部品どんどん変えていかなくちゃいけないから、まあお金はかかるんですよね。部品自体が高いんでね、外国車は。まあしょうがないっすね。アベリア来たの。アベリアラグいるよ。ほらほら。